ちょうどいいタイミングだ。砂利ですけど。あ、全然全然構わないです。はいはい。いや、ちょうどいいタイミングで会えてよかった。声かけられます。はい。声かけられます。あんまね、声かけるっていうのはないかな。ただ信号待ちで車が隣止まるじゃないですか。必ず視線感じますよね。だいたい見られてますね。よしよしよし。じゃあついていく感じで大丈夫ですか。よいしょ。タンデム2台でのツーリング楽しいよ。走り始めたばっかだけどもうすでに楽しい。お父さん超いい人。はお父さんいい人、いい人、いい人、よかったっていうか、ちょっとね、出会いの場面をね、取り損ねた。あの感動の、もじゃっていうところを取り損ねた。あー、いや、どっしりしてんな、稲妻。いや、2台で走るのってなんかいいんすよね。いつもソロだから、たまに人と走るのめちゃくちゃ楽しいんすよね。自分が走ってるとこを見ることってなかなかないですよね。ああ、そうっすか。教えてもらわなかったら絶対来ないよな。この道をまず通らないよな。どこなんだろう。ここか。おお。いやー、教わんなかったらまず来れないっすよ。でも結構 LED 目立ってますね。これがすごいんですよ。ここが中に入ってるやつはそれほどでもないんですけど、 なんて店ですかここ。スカイブルー。スカイブルー、へえ。そうなんだ。スカイブルーさんに来ました。じゃあ肉うどんをいただきます。辛み後で言えようか。じゃあ、腹いっぱいだ、もう。いや、大満足だ。いや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 、いやー、バーディーさん本当ありがとう。国道まで先導してくれるっていうことなんで甘えますわ。富士山綺麗。やっぱ言っちゃう。やっぱ言っちゃうよね。富士山綺麗って言っちゃう。うわー、いい道、目の前が富士山、いい道、富士に向かって走っとる。うわー、いやー、バーディーさんと会えたことですんげー今日の充実感めっちゃ上がった。しかもうまいうどん屋紹介してもらったし、地元の人が行く。
やっぱ地元の人に聞くのが一番だ。いい音しとんな。ずぶとい音だね。この道まず通んないよ。お任せですよ、お任せ。衝突楽しいわ、二人で衝突。すいません、ありがとうございます。はい、すいませんでした、ありがとうございました。いい思い出になりました。よかったらまたじゃあ続き見てやってください。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。よかった、バービーさん、ありがとう。なんだ、めっちゃいい人だったな。会う時まで結構緊張したんだけどな。もうすっげえいいお父さんだった。YouTube ってすごいね。YouTube をやることで人から親切受けられるんだね。いや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 、めっちゃ良かったぜおい。うわー、右側の富士山も綺麗よ、ほんとやべえよ、最高だぜおい。事故んないで帰ろう、マジで。マジで事故んないで帰ろう。さっきね、ほんとバーディーさんとのね、出会った瞬間、録画できてなかったことが、お前ほんとバカ、ほんとバカ。すいません、ほんとほんとバーディーさん、すいません。一番この旅でもしかしたら一番テンションが上がったところ、わー、こんにちは、まさか、ありがとうございますっていう、そこを抑えられてない、お前何、何なの。こんだけカメラ垂れ流しといて、スイッチ入れとけよ、録画ボタン押しとけよ、ボケ。もう残念すぎるだろう。いやー、でもちょっとね、楽しい雰囲気伝わったらよかったかな。いや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 、よかったよかった。で、これから、山中湖に向かいます。山中湖で富士五湖制覇だ。その後は道志道経由で帰ると。バーディーさん曰く、結構ワインディングをね、楽しんでるオートバイとか、あとはロードタイプの自転車が多くてね、川に落ちてる人とか事故もすげえ多いから、気をつけて行ってくださいというアドバイスをいただきましたので、まあ俺がなんか単独で事故るっていうことは考えられないんですけど、このペースだから巻き込まれたりしないように気をつけよう。お土産までいただいちゃったよ。マジかよ、悪いな。バーディーさんが言ってた通り、山中湖までの国道混んでるね。完全に教えてもらった通りだわ。で、前回給油してから約100キロ走りました。まだガソリン大丈夫かな。もうこうしてタラタラチンタラ走ってる時が一番ガソリンもったいないよね。アイドリングの時間長くて非常にもったいない気がするね。これは時間かかるぞ。うわあ、もう常に富士山見えてるな。さっきバディさんにやれば、見る方角によって富士山の形が違うんだって言ってたけど、俺には分かんないけど、どっから見ても見事な山だっていうことは分かるよね。渋滞抜けて今国道138、結構海中に来てるんですけど、山中湖だけちょっと離れてるのね。改めて地図上で見てもそうなんだけど、富士五湖の中では
山中湖だけがポツンとちょっと離れているところにあるんだね。あと 3,4 キロだと思うんですけど、さっきバーディーさんからもらったアドバイスによると、山中湖のところで2つに分かれるから、それを左に行けと。で、山中湖が終わるところでまた左に行けと。これか、これだね、同志って書いてある。もうね、地元の人のアドバイスってすごいね。完全にその通りだ。ほんと言われた通りに行こう。それが一番の近道だ。ここを左に行きます。さあ、目の前に山中湖が出てきました。綺麗ですね。これで富士五湖全部見た。とりあえず見ました、富士五湖全部。無事に富士五湖コンプリートすることができました。結構ボートとか船が浮いてるね。観光客相手に船出すんだろうな。そりゃそうだよな。うわわわわ、これ後ろの景色がすごいんだけど、後ろがすごいんだけど、映ってかね、ちゃんと映ってっかね。今カメラ手持ちでやってみたけど映ったかね。素晴らしいです。もう絶景です。これが絶景です。もう一回行こうか。おりゃおりゃ、もうほんと絶景です。ちゃんと映っててお願いだから。絶景です。あの元ブログやってる人が比較的カメラのマウント方法としてヘルメットマウントをみんなすると思うんですけど、自分は斜め掛けしてるカバンのベルトにつけて、でちょうどチェストマウント、胸のところにカメラが来るように調整して撮ってるんですね。で、まあ、どっちも長所と短所が多分あると思うんですけど、ヘルメットマウントの場合は、頭を振れば、後ろ振り返ればその映像が撮れるわけなんですけど、チェストマウントだとそうはいかないんですよね。顔は後ろ向くことができるけど、胸は真後ろを向きませんから、そういう意味で僕の視点と全く同じような映像を撮ることはできないんですけど、自分が思うこの、チェストマウントの一番の利点というのは、結局ヘルメットマウントにしてしまうと、オートバイに乗ってる時はまあヘルメットしてるから全く違和感ないと思うんですけど、オートバイを降りた時、撮影を続けようと思った時にヘルメットしたままじゃないとダメなわけですよ。その点このチェストマウントの場合はオートバイ降りた後もカバンさえ背負ってればそこにカメラが ついてますんで、特に違和感なくっていうか、まあ、ヘルメットをかぶりっぱなしにしなくても撮影が続けられるっていうね。それが一番このチェストマウントの特徴かな。あとまあ若干ね、ヘルメットマウントよりもブレやすかったりとか、今カメラが止まってるのがカバンのベルトですから、まあ、ヘルメットほど安定してないところにくっついてるわけですよ。紐にくっついてるだけだから、なのでちょっとブレやすかったりもするんですけど、自分の場合はオートバイを降りた後も動画を撮りたいのでこの方法を使ってやってますね。まあどっちも良し悪しだと思うんですけど、自分のスタイルはこれかなと今のところ思ってます。